おじい捨ててですよ、これ。これは当時の木が朽ちて、そこから別の木が生えてきてるわけですか。こういうやつも後から生えたんじゃなかろうかと思いますね。もう75年もなれば、87歳まで生きてきたが、先輩にしたっちゃ後輩にしたっちゃ、生きろと思えば今までにやっぱり生きてこられたんだなと思いますよね、やっぱ。戦争はえらい罪を作ってますよ、日本の軍部は。大事な人で、先輩は大事。私は、この当時に私の叔父がここで商業支援者だったんですよ。やっぱこういうことをね、こういうことが皆さんのやっぱ心の表れですよね。でこういうことがやっぱみんなに広まって人間の尊さを思い起こしてもらわないかんとですね。今日はどんな気持ちで手を合わせましたか？うん、ああ。